国民議会はアフガニスタンイスラム共和国の立法府である。任政で上院に相当する長老議会と下院に相当する人民議会で構成される。2003年ロヤジルガにおいて採択された基本法に従い長老議会と人民議会からなる国民議会の設置が規定された。長老議会は定数102議席で5年任期議員、4年任期議員、 三年任期議員が三分の一ずつを占める。長老議会議長はシブガトゥラー・ムジャッディディ。人民議会は249議席以下と規定され、議員は国民の直接選挙で選出される。任期は5年。議会はおのおの4ヶ月半の冬季会期と夏季会期、計9ヶ月間活動する。会議の議事録はジャリアジュラスイエブルシジルガに掲載される。 人民議会は政府閣僚の承認、並びに閣僚、最高裁判所の所長、副所長、裁判官、検事総長、国家保安局長官、アフガニスタン中央銀行総裁、アフガニスタン赤新月総裁の信任の権限を有する。また、その活動を説明させるために政府閣僚を議会に招生する権限も有する。 第一期人民議会2005年9月18日、最初の人民議会選挙が行われた。選挙結果は以下の通り、その他は無党派。議員は会派を形成する権利を有し、現在国家独立会派、国家監督会派、発展会派、アフガニスタンの今日会派の4会派が活動している。出自で見れば、元、 ムジャーヒディーンと民主主義者が35%を占め、元ターリバーン、共産主義者、テクノクラートが各々、おのおの5%を占めた。民族的構成は、パシュトゥーン人111人、タジク人69人、ハザーラ人26人、ウズベク人20人、トルクメン人4人、アラブ人4人、キジルバシ人2人、パシャイ人2人、ヌーリスターン人1人、ベルジ人1人、 その他9人だった。人民議会議長には、ユーヌスカーヌーニーが選出された。アフガニスタン自然般にわたり、ロヤジルガが、社会的、政治的に重要な問題を解決するにあたって、重要な意義を有している。近代的な議会は、アマーヌラー・ハーンの知性に設置された。1928年、ロヤジルガにおいて、国家評議会を国民議会に改変する決定が、 採択された。ムハンマドナー・リルシャーの地位制では、1931年に任意制の議会が設置された。議会は、住民から選出される会員と、国王が任命する上院からなった。しかしながら、議員は選出というよりは、事実上、国王の任命により決まることが多かった。第七期議会では、若干の自由が認められ、反体制的な政治家も議員に選出された。 この時、50人からなる野党議員は、議会会派、統一国民戦線を結成した。統一国民戦線の圧力により、強制労働、低価格での穀物の強制買い上げ、不法な税金の徴収等が禁止された。また、1951年には、民間出版物の発展を促進する出版法が制定された。1964年10月、ザーヒル、 シャー国王により、新憲法が承認され、下院選挙において、自由、普通、秘密、直接選挙が導入された。議員の任期は4年とされた。上院議員の選出も改革され、3分の1が各州のジルガから選出され、3分の1が同じく各州ジルガから選出され、残り3分の1が国王により任命された。新憲法により、 三権分立の原則も確立された。1973年7月14日のムハンマドダー・ウーッドのクーデター後、アフガニスタンは共和国となった。新体制は1964年の憲法を廃止し、議会を解散した。この時から2005年に至るまで、全国民的に選出される議会は消滅した。1977年2月、ローヤジルガにおいて、 新憲法が採択され、一員制の議会が設置されたが、その権限は予算の承認、国際条約の批准、軍の国外派遣等に限定された。議会選挙は1979年を予定していたが、1978年4月27日のクーデターによりダーウード体制は倒された。アフガニスタン人民民主党政権においては議会は存在しなかったが、 ムハンマド・ナジー・ブラーの権力掌握後、国民への懐柔策として、若干の自由化が認められた。1986年12月、ローヤジルガにおいて、基本的権利と自由、政党の創設、活動を保障する新憲法が採択され、二輪制の議会が制定されることとなった。1988年4月、新憲法に従い、多党制に基づく、 議会選挙が実施された。この選挙で、アフガニスタン人民民主党は22.6%、他の政党は9%を得票し、残りは無党派だった。両院の議長は無党派から選ばれ、上院議長には、エムハビビ、人民議会議長には、エーエアワビが選出された。この時、国土の80%以上は、ムジャーヒディーン勢力が、すでに支配下に置いていた。 機会は存在しなかった。ありがとうございます。